分にとってなんかマイナスな気がして、なんかうまくいかないんですよね、準備してっても。だからその場の空気に一緒に乗っかってやってます。表情としても出てくるし、作っていくと出てこない、自分で考えたことを出そうとするからずれちゃうんですよね、どうしても。だからやっぱりその場でその場その場の空気とかニュアンスとかやってますね。生きているということが自分にとって芝居の一つになっていることなので、うん、経験とりあえずしなきゃみたいな。ここまで来るのにいっぱい努力したもん。だから、うん、当たり前じゃないし、でもなんかお芝居を通してね、なんかいろんな人にいろんなことを訴えかけられたし、意味のあるものだと思うんです。自分の趣味のような特技のような感覚ではいますけど、でも私たちがこうやってお芝居で投げかけたことによって一人の人生が変わっちゃったり、あ、そういう考え方もあるって思ってもらえる、芝居をする意味ってやっぱりいろんな人に伝えたいと思って、こういうことがあるとか実際にあったこととかを物語にするときってやっぱりそのことを忘れないでほしいとか、歴史とか悲惨なことだったりとか、でもやっぱり楽しいことだったり家族のことだったりとか、なんかいろんなことを伝える人、なんだろうね、自分らしさ、なんか人によると思うんです。自分らしさ、自分らしくいれるのってその相手が自分らしくいさせてくれる人であるかどうか。私で言ったら私らしくいさせてくれる事務所であるかどうか、恋人が自分らしくいさせてくれる相手であるかどうかだと思うんです。時には自分らしくいれない現場もあったりしますけど、やっぱり私は自分らしくいたいって思う。自分らしいってどうかって私には分からないんです。ただ自然体でいることが自分らしいと思うし。